松田学です。番組の前にお知らせがあります。このニコニコチャンネルがですね、6月の上旬にサイバー攻撃をかどうかが受けたことによって機能が停止して、先般一部機能が復活したんですが、松田政策研究所でサービス提供を行ってきました、ニコニコ会員向け動画、あるいはニコニコのチャンネルそのもの、これがようやく8月の22日から復旧すると見通しになっております。この6月の上旬から、これを発信できないで、皆さんにも、このお楽しみいただけなかったんですが、ようやく元に復旧いたしますので、従来通りですね、この会員向けサービスを続けさせていただきます。従来、最初の部分は YouTube で配信し、残りの部分をですね、会員向けのニコニコの部分で、この、本音でですね、情報をお伝えするということをやってきたんですが、このニコニコの部分が、従来通り復活いたしますので、会員の皆さんにおかれましては、従来通り、この楽しんでいただければと思っております。また、今回の事故を受けて、角川の側でも、セキュリティレベルを大きく向上させて、脆弱性の克服もされていると思っておりますので、ご心配いただく必要もないと思いますので、引き続き、会員であられる方はですね、会員を続けていただければと、いうことをお願い申し上げたいと思います。なお、今の予定ではですが、8月22日は19時からですね、批評家の西村幸雄さんとのですね、生対談を、ニコニコの方で会員向けに配信いたします。またその後山岡哲秀さん、あるいはですね、当チャンネルに、これから、この枠にですね、今まで出ていただいている方々、従来通り、山口のりゆきさんとか、茂木誠さんとか、ガナハマサコさんとか、たくさんいらっしゃいますけれども、これからもこの、枠で、楽しんでいただくことになってますので、引き続きご愛顧をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。松田学です。海野啓一さんからですね、国際情勢を伺うシリーズで、今回はちょうど収録してますのが8月14日で、たまたま今朝ニュースで岸田さんがもう総裁選であるというのが流れてましたけど、まあそれはそれとしてちょっと国際社会でもう次から次へといろんな事件がもうまたかっていうぐらいいろんな事件が起こるもんですからですね。まあこのあたりをフォローしながら、特に今日はですね、海野さんの専門である AI が一体、どんなインパクトを与えているのかいないのか、そのあたりをですね、後半の方はその話にしたいと思います。まずアメリカの話題ですけど、アメリカといえば大統領選でハリスが今出てきて、なんかすごく持ち上げられてますけど、どんな感じで見てますか？ハリスのね、最初の自作演説。は何ていうかな、話題がないっていうかね、はい、中身がないっていうか、うん、これはダメだなと思ったんですよ。これはダメだと思った。完璧に。完璧に。はい。で、彼女は大体ね、原稿を書いて20分ぐらい持つんですけど、はい、それ以上持たないんですよね。20分持たないんですか？持たない。だからトランプは逆に1時間と2時間で喋るけど。私最低40分は街頭演説しますけど。ああ、そうでしょ？だからね。だからね、これダメだと思ったんですよ。はい、で、それで、まあ、ハリスはダメだなと。ああ。で、トランプはね、逆に長く話していくとね。長いですよね、彼。長く話しすぎて、1時間以上過ぎてくると、うん、ちょっと加熱しすぎちゃってね、うん、オーバーヒートしちゃって。オーバーヒートしちゃう。逆におかしくなっちゃってるんですけど。おかしくなっちゃう。うん。だから、それでもね、トランプの方が全然まともだったんですね、話の内容は。まともだった。うん、まともだった。で、それでね、ところがね、民主党が正式にハリスをね、はい、副大統領か大統領候補にね、はい、信任して、はい、そしたらね、今度はね、バイデン、トランプという演説は、ね、ひどかったのもご存じだと思いますけども、うん、その後ね、正式に自宅演説した後でさ、はい、トランプがあちこちで話をしてるのを聞いてみるとね、はい、彼ね、やっぱりね、僕より年上でしょ。ああでね、老人っぽいくね、なんていうかな、加熱しちゃってるんですよ。老人っぽく加熱しちゃう。老人っぽく加熱してる、どういうことかっていうね、ハリスを攻撃することがひどくなってきた。うんうんうん、だからもうちょっと落ち着いてね、うん、以前みたいにね、うん、彼の考え方を話していれば1時間ぐらいまとめて、うん、
それがね1時間以上ね、なんていうのかな、初っ端からね、はい、オーバーヒートしてるんですよ。あ、であれはね、あの要するにハリスをね、うん、あのみそくそ言い出したんですよ、うん、あれは結構マイナスですよね。あの銃撃の後、この割と穏やかになったと、あのトランプさんですね、うん、と言われてましたよね、団結っていうのに対して。じゃあ銃撃の後よかったんです。よかったですよね。ハリスが正式になって、あのハリスがね正式に認定されて、彼女があちこちで話し出したらね、トランプってやっぱり肝、なんていうかな、肝が小さいんですかね。ああ、そうですか。よくわかりませんけど、ただ彼はね、うん、あの彼の演説内容は全然ハリス立派ですよ、うんうんうん、いいんですよ中身は、うんうん、全然問題なんだけど、ちょっとね、うん、過激になっちゃったね。ああ僕から見て、いや中間派を引きずり込みにくいなっていう、中間層ですね、うん、あんまりあの要するにね、うん、攻撃しちゃうと良くないんですよね。ただここ1、2週間彼ね過敏になってますね。ちょっともう少し過敏な、うん、抑えた方がいいな。だから9月から3回やりますけど、テレビ討論、うん、もうちょっと抑えた方がいいですね、冷静に。ああそうすれば勝てるのよね。ああもう少し冷静に戻ったら勝てる。ああそうそう、だから要するにね、勝ち組っていうのはやっぱりそんなにあんまり相手信頼しなくても勝てるわけでしょ。ああ、はいはい、だからそこら辺のところをさ、ちょっと勇み足になってるかなっていうのが、そうですね、あの、うん、で、あの、うん、ハリス自身はね、やっぱり自分が今まで移民問題とかさ、はい、あのバイデンがやってきたこと と彼女の考えとは違うんだみたいなことを言い出してるから、うん、だから結構あの路線を変えてるんでね。あ、そうですね、うん、左から中道に持ってきてるから、持ってきてます、うん、そういう意味ではだからスイングステートが本当にこれから 60日間ね、うんうん、数万票をどうするかっていうね、うん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 、まあちょっと分からなくなってきましたね。分からなくなってきたと、うん、まあ完全なブレイクイーブンですか、ね、今あのもし虎が角虎って言われて、角虎でなくなってきたと、うん、まあブレイクイーブンですね。ブレイクイーブンですか、うん、ああそうなんですね。私がその彼の演説聞いてる限りはね、あだからトランプがやっぱりもう少しこう冷静になって、うんうんうん、で相手を非難するんじゃなくて、うんうんうん、自分の主張をね、うんうんうん、インフレとかそれからあと減税問題ね、うん、そうですね、彼今あの自分が大統領になったら 25% から 13% 法人税下げると言ってるから、うん、そうすれば経済の活性化を図って、でしかもそのインフレ率をが上がるんじゃなくて、うん、それも抑えるよっていうようなことを言い出せば、はい、だからあと60日間の形勢は、うんうん、あのトランプが勝つですね、うん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 、だから移民でもって俺が何やってきたとかね、うん、だから法人税の景気刺激策とか、うんうんうん、インフレどう抑えるかっていうのはバイデン今までやってきたんだよね、うん、だいぶそこら辺失策してるんで、うん、でそれにつられてあの浜あの彼女もね、うん、あの足引っ張られる可能性十分にあるから、うんうんうん、彼女は決してあのバイデンみたいにうん、移民政策に賛同してるわけじゃないんで、別に担当してるわけでもなかったです本当はね、うん、南米に対してどうするかっていうのは彼女の責任だけど、別に、うん、あのメキシコボーダーどうするかっていうのは彼女の責任者じゃなかったん で、うん、でそこら辺のところもね、あの彼女がうまく話をすれば、うん、また形勢は多少変わるかもしれないけど、うん、そういう意味では実際にはトランプの方がはるか有利なんですよ、うん、まあ、政策から見たらそうですね、うん、だからカマラ・ハリスをね、うん、ボロクソ言うんじゃなくて、うん、自分の考え方の正論を言えば、うん、あのまだまだ勝てる、うんうん、逆にカマラ・ハリスをなんとかあのむちゃくちゃ悪口言うと、なるほど、ね、中道派がなんかやけさす危険性は十分にある。ちゃんとそれトランプに進言した方がいいかもしれないです、うん、でトランプはだから、僕はだからあのカマラ・ハリスがあの銃撃されたね、トランプが銃撃されたあたりはもう最高潮で銃撃されて最高潮、ね、絶対勝つと思ったんだけど、今もそうですね、あの熱は冷めてるから、冷めちゃってますから、ね、うん、完全に冷めちゃって、カマラ・ハリスも結構熱くなってて、あの 彼女20分から30分ぐらいうまく喋るんだよね。でそれ自身も例えばインフレとか、うん、あのそういうふうな例えばあの移民の問題とかもね、うん、うまい具合にこうあの話できるんで、うん、トランプとしては
今まで彼が考えて発言したことをさらに、ね、きちんと話してれば勝てます ね、うん、これちゃんとトランプさんに言ってあげたんですか。だからあと9月の3回の、ね、スピーチをまた、今みたいに熱くなっちゃって、加熱しちゃってさ、彼女を批判するようなことを言い出したら、負けますね。あのトランプさんは政策はいいけれどもやっぱり口汚く罵るのが嫌だって言って支持しない人も結構いるって聞きましたんでね、だからねやっぱり年、僕もそうですけど年齢取った人って気をつけなきゃいけないのは、あの加熱しちゃうんですよね。そうなんですか、はい、年寄りってだそれはね、冷静に抑えないといけないんだ。それは彼のね、彼だけじゃなくて年寄りのね、一般的な悪い癖だ。どうしてもあの非難したがる、口数多くなるのは当たり前なんだけど、そういうやつなんですか。それを抑えてね、冷静にね対応すれば勝てる、なるほど、そういう状況ですね。そうなんです、はい。まあ、演説聞いてるとね特にね、あの最近は冒頭から批判しだしちゃってるからね。冒頭から張りすぎ、前はね後半でしたけどだん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 熱くなっちゃってる、ね、ちょっと待った方がいいな、そういうふうに思いますよ。わかりました。それでまあ大統領選の結果また世界が大きく動くでしょうけども、やっぱり気になるのは今目下非常に熱い戦争が起きるんじゃないかって中東ですよね。ああイスラエルがね、いろいろ動いちゃったからね、あのイランも頭にきちゃってね、で報復をイスラエルに行うやろうとして準備してますけど、そうですね、ただイランはね、だけど実際には戦争したいできるような状況じゃないんですよね。イランは戦争できる状態じゃない、経済的にそのインフレとかね、国内の経済情勢はあまり状況じゃないから、確かにあのヒズボラなんかはね、武器弾薬持っててすごいみたいですね。イスラエルに相当対抗できる力持ってるんだけど、イラン自身はねやりたくないと思いますよ。やりたくないんですね、ただやっぱり自分の国内でね、あの、あれだけの、ハマスのね、親分に殺されちゃったなんていうのは、ちょっとやっぱり恥ずかしいんでね、黙ってるわけにいけないけど、私は、アメリカも心配してますけど、まあ戦争はイスラエルと始めないと思いますよ。イスラエルに対して強硬な措置を取ってるふりをするだけですかね。そうですね。だから、あの見方をすればヒズボラにちょっとやってくれみたいな言い方する、ヒズボラが動くぐらいのことをさせるかもしれないけど、イラン本体が ね、あのイスラエルを攻撃しても本気では行わないと思いますよ、まあ、あれからちょっとねあの日が経ってますけど今のところね大きな動きないですよね。でもそれは何らかのアクションするでしょう。そうしないとやっぱりいくらなんでも国のメンツが立たないし、国内で合わせの親分殺されてた。わざと迎撃しやすい遅いミサイルを発射させるんだけど、なんかそんな話聞いたことあるんですか。いややっぱりさそれなりに、ね、メンツは対面保つでしょう、それじゃなんかだったらね格好つかないですよね。あなるほど、だからあと、まあ半年もすりゃね、まあどっちがアメリカ大統領勝つか分かんないけど、イスラエルとハマスはねやっぱりね、落とし所考えるでしょ。あんな戦争続けたってさ、いいことないですよ。あのウクライナ違いますよ。だけどさ、ハマスとガザとさ、イスラエル戦争して何のメリットありますかね。国際的な非難をイスラエル浴びるだけでしょ、もうだんだん追い詰められてきてますね、だからネタニヤフが降りてさ、だからもっと穏健な誰かあの大統領というかプライムミニスターどうしたか分かりませんけど、出てきてね、あそこの戦争がやっぱ決着すべきですよね。アメリカどっちが大統領どっちになったの、まあそっちの方向なんでしょうかね、中東ですね。で今イランを巻き込んで戦争を始めるって、いいことないですよ、イランだって困るでしょ、そうでしょうね、イエメンだってね、あのちょっと抑えてさ、ヒズボラも抑えてちょっとここはなんとか沈めるべきですよね、世界的に見てね。あそれからあのそうだあのせっかく運動さんいらっしゃってるんで、このあのパリオリンピックの開会式がすごい話題になりましたけどね、 あれはどんなふうに、あれ、何が話題になったんですか。問題は僕は開会式見てないんですけど、あそうなんですか、マリー・アントワネットの首ちぎったからのお話もあるし、あともうちょっと、最後の晩餐で LGBT が出てきた話とか結構ね
あのキリスト教会も怒っちゃったりしてますけどね。ああ、だけどやっぱりあれでしょう、フランス人って結構あのグローバルにプレゼンスあるから、わりかしそこら辺、そのなんていうかな、好き勝手なことを言いたいんじゃないですかね。まあ、僕はそんな深いあの気持ちはないと、フランス人ってそもそもね、態度でかいじゃないですか、そうですね、先生もご存知で、日本人なんか全然相手にしないし、岸田さんなんか G7 でも全然あの無視してんじゃないですか、マクロン、まあ態度でかいじゃないですか、だってフランスはあれだけのちっこい国でさ、アメリカの大統領と平等に渡り合ってるって、だから開会式でも閉会式でも好き放題し放題するでしょ、それは。だローマ法王が怒ったって、いや、ちょっとごめんねぐらいで済むような気持ちで彼らいるんじゃないですか、まあそういう国民性だから、ね、そんなふうに思ってますよ。で、政治はね、政府はね、で、あとご存知のフランスの国民ってのはね、やったら左派が多いじゃないですか。昔の日本の学生運動家まだ続いてるみたいな国でしょ、まあ、革命がフランスのね、だからもともと革命した国でしょ。いやー、だからマクロンだって、まあ、あの金持ちの味方してますけど、彼は。だからもう選挙でも全然ボロボロじゃないですか、今。そうですね。マクロン の、あの政党は。そうですね。で、ウマと左派がもう2つ分かれちゃって、集中つかないでしょ、で組合もすごい力強いし、左派も強いし、そんな国ですよ、あの国。もともとフランス革命やった国ですから、我々の感覚が全然違いますよ、あの国と思ってないんですね。そう思ってない。でフランス人ってもともとだってさ、コミュニケーションっていうか、その政治力はもう半端じゃないしね。そうですよね。で、グローバルのプレゼンスとヨーロッパにおいてはドイツ、フランスが牛耳ったでしょ。そうですね。それは日本なんか全く相手にしませんよ。そうですね。フランスのエナ出た官僚っていうのはすごい交渉力すごかったですよね。すごいですよ。だからね、まあ、あの、依然として海外にね、そういうふうな発言力を領土持ってますし、あの発言力もあるから、まあ、グローバルなプレゼンスも大きいんですけど、でもあれぐらいのコミュニケーション力ね、例えば交渉力を日本の政治が持ってほしいですよね。だから逆には日本人なんか東京大会で聞かされるかもしれないけど、それは日本の場合は違いますよ。やっぱ世界中やたらめったら気にして、そんな、あの、マリアンタイトル首を絞めるみたいなの しませんよ。気にして。全然気にしないわけですね、フランスは。だから、例えば、あの、セーヌ川がさ、汚染されたとか、あんたの大騒ぎしてるみたいですけど、フランス政府は気にしてないですよ、全く。気にしない。そういう国柄ですよ。そういう国柄ですね。だメダルなんかもな、文句いっぱいあるみたいですけど、あの、全然、ふんともすんとも言わないでしょ、審判の問題とも。要するに、あの、世界に冠たるフランス帝国みたいな、まだフランス革命があってね、民主主義国家っていう感じじゃないですよね。はあ。ね、あの強烈なさ、自害式っていうか、それはだからウアでもサアでもそういう感じだから、いつまでたっても国がまとまらない、そうですね、でマクロン大変だと思いますよ、あの人。ね、なかなか大変ですね、だってさ、あの議会でも主導権取ってるわけじゃないでしょ、失いましたよね、完全に、でもあの人だけで少なくともさ、ヨーロッパはさ、あのドイツのシュミットと二人でさ、牛耳っていうのはすごいと思いません、それで。まあ、ドイツとフランスはね、そうですよね。すごいと思いますよ。なるほど。で一方で、あの、イギリスで暴動が起こったりしてますね、新しい政権。イギリスはね、スターマーってご存知かもしれない。あの人ね、何の取り柄もない人なんですよ。何の取り柄もない人なんですか。あの、今回、あの、400議席取ったでしょ。あれ、先生ご存知だと思うけど、前回の、労働党の議席数より数万点多いだけで、たまたまね、数万点多いんだけど、あれ、小選挙区制でしょ、あの、選挙区のマジックですよね。で、マジックで取っちゃったんで、スターマーってね、あの人ね、あんまり大きな言えないけど、凡庸なんですよね。凡庸なんです。だからね、今回いろんな問題起こるんですよ。抑えられない。抑えられないと。だから、短命だと思いますよ。だから今、あの、EU 離れるんで、あそこの株価にしたってさ、今ぐちゃぐちゃでしょ、それから全然あのヨーロッパとのねコミュニケーションというか、あのうまくいってないしさ、あのなんだっけ、あそこのヨーロッパの議長ね、女性おばさん、
はいはい、がとのコミュニケーションだって、フォンデライエンだって、はい、スターマーそんなきちんとねコミュニケーションできないですよ。できないですね。交渉力は全然ないと思いますよ。ですから、はい、短命でしょう。だからやっぱりね、EU を離れたっていうのがですね、イギリスの経済に対してね、とんでもないインパクトを与えてるんですよね。ボディブローですよ。ブリグレットって言葉があるみたいですね。そうそうそう。だからね、今更戻るとも言えないんですから、それだけジョンソンみたいなね、政治力持ってないからどうするんですかね。そうですか、イギリスは。だからそういう意味では先生がおっしゃるように、イギリスいろんな問題でこれからも出てきますよ。なるほど。だってそれだけの資産もあって、もともと才覚ないし、本来であれば労働党がね、政権取るようなポジショニングじゃ なかった。小選挙区制でたまたま取っちゃった。ですか。まあ、まあ保守党がちょっとね、適質でね、ちょっと失敗が多かったっていうこと、ね。それもありますけどね。でも労働党が別にそれアドバンテージ、たまたま両方の利だけですよ。ということですね。です。で、それでちょっとね、今回の話題の AI の話に入っていきたいと思うんですが、時々私も画像を見たりするんですが、中国が AI を戦争に使ったり、あるいはロボットを使ったりとかですね、そういう話を聞くんですけども、AI みたいなの出てきちゃうと、この戦争にどんな影響を与えるんですか、ね、やっぱり今影響出てきてるのはね、ドローンですよ。はいはいはい、ウクライナ戦争ね。そうですね、でドローンはやっぱりリポートでコントロールできるでしょ、ですから AI 技術を使ってね、ドローンをね撃てるんですね。ドローンって今の AI 技術をどうやって使ってるかというと、例えばドローンを打ち上げるでしょ、そうすると妨害電波出して、目的地にドローンが到着しないようにって、できるわけですよ。そうですね、で今彼らが一生懸命開発してるのは、妨害電波をの影響を受けないような AI 技術をドローンに使おうとしてる、やっぱりね。これどうなるかって、 GPS がね、GPS のこう影響デパン影響を受けないようにして、ドローンが目的地につけるような AI 技術を提供しようとする、そうするとね、電波妨害出してもドローンが目的地についちゃうのと、それからね、もっとすごいのは、今の AI 技術はね、例えば敵地情報あるじゃないですか、1万枚 その例えば写真とか映像を一瞬にして、どれが本当のタンクか、どれが偽物のタンクか、数秒で識別しちゃうんですよ。だからそれを本物のタンクを識別してドローンをそこに飛んでいくっていう技術をもう開発されてるわけですよね。で、世界中が今その注目してるのは、もっと恐ろしいのは、今ドローンって一機一機じゃないですか、そうじゃなくて数万機のドローンに対して数万機のドローン制御するシステムがもうじきできちゃうんですよ。そうそう、ね、数万機のドローンを飛ばして、数万箇所の敵の情報を一瞬にして分析して、要するにどこにタンクがあるのかっていうのは数秒で全部識別しちゃいますから、空中写真撮って、空中写真をドローンが飛ばせて、それドローンを瞬時にフィードバックして、で数千機のドローンを飛ばし、数万機のドローンを飛ばして敵地に攻撃するってことが、ここ数ヶ月もしくは1年ぐらいできちゃったりしたらね、戦争って変わっちゃいません。そうですね、ねえ、だからそれがね、現実味を帯びてきたんです。だから大騒ぎしてる。確かにウクライナ戦争の話聞いてると、軍事専門家の分析はもうロシアが圧倒的に優勢なんですけど、意外にこのウクライナがドローンで前線 してるような話は、ただね、ただね、それはね、西側に今の話はね、不利な情報で、実はね、ドローンって一機一機の場合はね、ウクライナ優勢なんですよ、ところが数千台数万台になると何が必要になってくると、陸海空の軍事データベースが統合しないと、そうしたことができない。どういうことかというと、今陸軍海軍空軍のデータがどこの国もね、サイロになってる、それを統合しないと今言ったね、AI の活用ができない。それはね、ロシアとかアメリカのはるかに有利なの。彼らは膨大な軍事力があるから、それを AI に投資すれば、そういうことがね、陸海空のデータをね、ユニファイできるから、そうすればね、全ての情報が統合できるじゃないですか。そうですね、だからデータベースが統合できれば、それなりのね、
あの管理ができるわけです。しかもね、今世界中の大国、アメリカとロシア、中国がものすごい投資しているのは、コマンド&コントロール、総合司令部ですよ、参謀本部を統合しようとしているわけで、AI で。でこれどういうことかっていうと、今陸海軍別にバラバラになっているデータベースを統合するでしょ。で AI ってのはデータですから、はい、データの統合できれば、今度は陸海空のさ、情報の統合できれば、それに AI を、例えば仮にドローンとしても、全てのドローンを制御できるようになるわけですよ、それはロシアとアメリカと中国は多分最先端行ってる、でもウクライナはさ、そんな一個のドローンを制御できてもさ、今言ったそんな何十何百何千のドローンをね、統合するようなデータベースを統合している軍事力ないですから、だからロシアの方が簡単か全有利、そんなことアメリカも100も分かってるんで、それはアメリカとしてもそのロシアに対抗するためにどうしようか当然考えてますよ、だからこれからは向こう1年ですよ、1年、彼ら例えばあのジェット機を提供、アメリカが提供したっていうのはジェット機なんかじゃなくて、もう、今はもうものすごくもう、ピリピリしてるのは AI の情報戦です、どっちが早くそういうふうな統合できるかって問題ですよ。ということはあれですね、あの大国であり、この軍事力がもともとあり、そして巨額の資金を持っている国がこれから圧倒的に強くなる、そうですよ、いうことなんですね、だからもうだから秒単位でどっちが勝つか、もうものすごい戦いになってるんじゃないですか。あ、そういう局面で。だから要するに今の戦争ってなって、ドローンを飛ばして敵の戦車がどこにいるかって全部写真撮って、統合して集合して、それを空軍がね、それを今度は陸軍が情報は集合して、データでプランニングしてドローン飛ばしてなんていうことがもうじきできちゃったら、そこどうなっちゃうか分かんないですよ。ね。そうですね、アメリカはそれ分かってるけど、じゃあウクライナにね、そういうふうな、なんていうか、コマンドコントロールのね、センターを作れるかって、日本もちょうどGDP を、ね、増やすんで、アメリカの軍隊が日本にその司令部を、ね、作るってことを決定したから、そんなすぐできませんよ、1年ぐらいかかりますよ、そうするとウクライナにね、じゃあアメリカのコマンドコントロールのブランチをね作れるかってできないですよ、ポーランドの基地があるけど、そこからその管理できるかってもね、そんなこともできないから、だからどうするのかも、もう糞病を争うような今ことやってるんじゃないですか。ウクライナ見捨てるかもしれないですね。それはトランプはね、そういう可能性、トランプはそうなんですよね、十分に可能性あるけど、ただやっぱりね、そう、トランプ先生おっしゃるように、だって、プーチンと仲いいでしょ。だから、まあ、そこら辺は、まあ、終わらせる、見捨てるっていうのはどういうことかっていうと、見捨てるんじゃなくて、クリミアもいいよとか、そうでしょうね。それから、あと今占領してる4つの州も、ね、いいよと、それでもって、戦引きをトランプはする、まあ、その方がウクライナ国民にとってもいいんですけどね。いや、でもね、それ僕冷静に考えるとね、まあその方が現実的かもしれませんよ。それが現実的ですよ、ね、だってさ、だってさ、ゼレンスキーも勝てないんだもん。勝てませんからね。ね、ええ、だからまあそれはそれでしょうがない。みんな心配してるのは、プーチンに対するクリミア島とさ、4つの州を認められたからって、それでいいよっていう男じゃなくて、どんどん占領を広げるんじゃないかって心配するけど、それはだけどさ、現実的に見てさ、どうなんですかね。私はそんなことないと思いますけどね。ね、僕も先生と同じ意見で、ただやっぱり今回の AI の戦争は、どっかでね、どっちかが勝つかじゃなくて、アメリカもロシアも、お前これ進めてもさ、どっちも勝てない犠牲者増やすだけだよなっていうふうになると思うんだよ。ちょうど核の均衡みたいになっちゃう。そうそう、来年ぐらいに、まあ、AI の均衡みたいな、だからね、だってさ、そうでしょ、ドローン1万機飛ばしてさ、1万機飛ばして向こうもやっぱり反撃の AI の脳波を持ってから、もう完全に例えば何人まで人を殺していいかみたいな話になっちゃう、ね、でしょ、核使うのか使わないか話はなるでしょ、いやこれどんなにやったってお互いメリットないよなってことで、
1年か1年半で僕はセットルすると思うんだよ。なるほどね。ロシアもアメリカも。うん、そうするとね、今のままで、だトランプが、トランプ言ってるの意外とあいつ正しくてさ、うん、今のままそっとしておこうっていうね、うん、いや、両方勝てないからさ、うん、いや、これでも戦争やめようって話になると思うの。そうですね。もうできないですよ、先生。AI とか、要するになんか自動、まあ、そうそうそう自動で動くも、ね、人間がこう、ね、死ななくてもそう兵器が勝手に動いてくれるとそうだってというふうになるとエスカレートしていくわけですよね。だってさ今までのさ、AI のさ自動制御を任せたらさ、数分とか数秒で意思決定しちゃうでしょ。そうですよね。ちょっと待ってくれたら、AI の方がちょっと、まうん、あんた待ってくれって言うちょっと待ったら負けるよって、だから、間違いなく今からねアメリカもロシアも考えてるのは、人間対人間の、いわゆるコントロールセンター、だからロシアとアメリカ軍の、参謀本部同士の話し合いの場をね、ホットラインを設ける、だからそのアメリカの次の大統領とプーチンとの会話ができるようなホットラインを設ける、でこれどうしようと、ね、で今攻めたら俺こうなるけど、お前のところどう考える、じゃあやめようと、じゃあどこで線引こうか、その線引くための工場にちょっと待ってくれと、だから半年ぐらいの時間くれたらすぐ引けないから、だからそういう意味 で、 で核使う使わないって、核使ったってね、水爆使ったって、今の水爆って1000キロの兵隊が分散してるでしょ、そんなの例えばキエフにね、水爆落とすと話は分かりますけど、モスクワとかね、そうじゃなかったら戦争終結しませんよ、でそんなこと彼らするわけないでしょ、だとすればね、まあ1年1年半じゃないですか、その AI なんですが、AI って一方でですね、人間の頭脳を代替していくんで、例えばホワイトカラーの職を奪っていくとか、いろんなの経済的なインパクトがあると思うんですけどね、これはどんなふうに今現状が、先生もね、前お話したシングラリティって言ってますね、先月も言いましたように、もう再来年ぐらい来ちゃいないかと、もうそうですね、その話もありますね、で今回ね、欧米のレポート見るとね、75% ぐらい、みんな AI 使ってる、もう 75% 使ってるんですね、例えばデータ検索とか、スポティファイで映画見たり、いろいろその音声と画像とかね、みんな使ってるのよ、いつの間にか使ってる、ただね、ビジネスプロセスに使ってない、ビジネスプロセスに使っていない、要するにね、デンマークなんかの調査だったらさ、業務の3分の1がね、10万人調査したんだって、デンマークで、そしたらさ、業務の3分の1が半分になるっていうこと、実績分かったの、ところがさ、企業がさ、大手が使ってないんだよ。そうなんですか。で、これさ、一つの例だけどさ、SP500 社ってトップの500社ね。で、ここの、数年の20年から2、3年の実績。それから下はない。AI を使ってる利益、ベネフィシャリティっていうのは、AI を使ってメリットを得そうな企業が、いくつか分析したその、見たらさ、AI 使ってそうな企業の利益がさ、必ずしもさ平均値より多くないっていう結果分かったの。そうですか。AI を使ってる企業の利益が必ずしも多いわけではない。だからさ、AI はね、ビジネスプロセスにまだ使ってないの。まだ使って。ところがね、一般大衆とか、例えば、ビジネスワーカーね、ノレッジワーカーは 75% は使ってんだ、実際に。ただ企業が大々的に投資して業務の中に取り込んでない。あ、そんなもんですか。そうそう、だからね、一人当たり前の生産性のグローバルな統計値とか、それからホワイトカラーのね、例えば今AI 使ってるホワイトカラー仕様は増えるでしょ、増えるはずでしょ、そうですね、増えるはずです、ね、ホワイトカラーの、これね、アメリカの雇用率。これホワイトカラーの雇用率。雇用率。上がってるんですね。62% ホワイトカラー。上がってんだよ。上がってるんですね。ホワイトカラー。で、逆にさ、要するにさ、人の首切ってさ、ホワイトカラー 5% 減ったって分かりますよ、全然そういう現象は出てない。だから、技術業界においてはね、そういう状況がまだ出てない。だから例えば企業もビジネスプロセスに使ってないし、設備投資も増えてないの。そうなんですね。情報技術投資も増やしてないの。でどうしてかっていうとさ、
チャット GPT でもう出してそんなに回たってないでしょ、だから企業はさ怖いんだよ巨額投資するの、だからためらってんのよ。そうですか、ところが日々 の生活とかさ、日々の業務とか、例えば自分が、議論会議してそれを議事録まとめたり、それから翻訳したり、業務を効率よくしたり、例えばコーパイロットみたいなさ、ツールが出てるでしょ、で個人個人はさ、それもう使ってんだよ、その個人は使ってて企業は使ってないし、企業は使ってない。だ企業がさ、例えばチャット GPT のさ、企業バージョンだったら月20ドルだけど、それもほとんど会社が企業としては払ってない、個人としては払ってるけど。あ、そうなんですか。だから企業は全面的にそれは、取り入れてないんだよ。だからそういう意味ではね、グローバルな実績見てみるとさ、グローバルなさ、プロダクティビティのグロース、これね、生産性実績、ここの3年ぐらい生産性実績見てると全然変化してない、あ、変化しないですね。だから企業がさ取り入れてないから、そういうふうに自分の企業の成果に出てこってきてないの。だからそういう意味ではさ、面白い現象が起こってきて、AI のさ、チャット GPT ね、LLM って言われてる、大言語モデルがもう世界中に浸透してて、75% のノレッジワーカーフルで使ってるのに、企業がビジネスプロセスの中に正式に投資してないんだよ。それはね、新現象でね。だから世界の経済成長とか生産性改善指数に現れてないの。でね、だからそういうことを見るとね、じゃあその AI の、なんていうか産業に指数に対して現れるのは2032年頃だなんていう人もいるんだよ。そんな先、まさかそんな先じゃないよねと、2、3年先には現れちゃうと思うけど、実態は企業はね、まだ怖くて手出してない。でもあれですよね、 AI の人材獲得競争って今すごいんじゃない。それだからね、ノレッジワーカー 75% 使っているように、マイクロソフトもアップルもそれから目の色変えてね、 IBM から引き抜きしたり、めちゃくちゃやってるわけですよ、HP からとか、目いっぱいで、その、大手のさ、IT の7社はさ、7社の中でぐるぐる引き抜きをぐちゃぐちゃやってるんですよ。で、オープン AI なんかもさ、ここ最近でさ、もうたくさん辞めてるんですけどね、それもやっぱりさ、業界内で人がぐるぐる回ってる。で、まあ要するに、なんでやってるかっていうと、AI のその、要するに、機能強化。要するにそれだけやっと、何千億とか何百億のさ、レイヤーを重ねて、結果が何に出てるかわからないよね。LLM を作ってるでしょ、それの機能強化をどうしたらいいのか、どういう事業分野、どういうインダストリー強化したらいいのか、それからあとその、答えがさ、例えばマクドナルドもその使うのやめたんだけど、 AI はね、企業で。なぜかっていうとね、AI が時々ね、イリュージョンって言ってさ、変なオペレーションしちゃうんだよ。だからチキンナゲットをお客さんに200ドル以上の値段で出しちゃったりしちゃうわけね、イリュージョン、おかしな処理しちゃうんだよ。でそれで AI 使うの企業としてマクドナルドやめたんだよ。あ、そうなんですか。そう、だから企業を使うのに慎重なんだよ。へ、そういうふうなことをイリュージョンを抑えるとか、それからデータモデルでもね、産業別の例えば医療以上におけるデータモデルとか、製造業におけるデータモデル、やっぱりデータモデルって既存のデータにプラスね、作り込まなきゃならないデータもあるわけだよ、はい、ね、例えば研究開発データとか整理するとか、そういうふうな研究開発者がね、もう引っ張りだくな、それはね、今世界中に数百人かいないんだ、まだ、そういうふうなね、状況なんだよ。まあ、AI がまだまだそういった意味で完全なものでないから、かえってこの改良する人材が必要になってるっていう。そうだ、面の色変えたから、セブンディジットって言ってるけどさ、その数百人は彼ら年俸7桁だから数百万ドル払って一人。ああ、そうですか。だから1億、日本円だったら1億と2億を彼ら金払って年俸ですね。で、そういう状況なんだよ。だからもう、だから企業がね、怖くて手出せない、今投資してさ、それ正しいのか、マクドナルドみたいになれりゃせんかと、イリュージョンでさ、変なことしやせんかとさ、それ下手にさ、企業の柱に傷がつくじゃないですか。そうですね。そういうことなんだ。何かあったら分かんない、ブラックボックス
ね、ああそうブラブラだってだってブラックボックスの暗視システムは、ですよね。でそれをだから安定化払うためにさ、いろんな工夫が必要なんだ。じゃあまだかあのそういった意味では信頼を獲得してるわけじゃない？あ信頼性がないんだ。ということですね。はい信頼性がない。だからそういう意味では企業としては。ビジネスプロセスに適用してる。ただ、それは皆さんが誤解してるのはね、はい、ビジネスプロセスに適用してないけど、ノレッジワーカーの 75% は目いっぱい使ってる。使ってるということですね。なぜかって便利だもん。そうでしょ。議事録まとめてくれるさ、うん、それから、あの、アーティクルでも、部下が来たら報告書でもさ、うん、これ1ページにまとめるとか3ページまとめるって数秒ですよね、先生。うん、それでめちゃくちゃ労働時間削減できますよ、本当に。議事録まとめてくれて、まとめてくれちゃうの。それはあれですよね。しかも今はもう新しい技術はさ、うん、あの、マルタエージェントってさ、あの、二人の技術者をね、うん、LLM 並べておいてさ、あの、オープンしておいて、お互いに議論し合えたら、機械同士に議論し合っていいもの出してきちゃうんだから。うん、いいもの出してきちゃう。うんうんうん、ほっとけば、うん、そんなこと考えられなかったちょっと前はね、うんうんうん、でもねそれを企業の中に使うとさ、うん、さっき言ったマクドナルドみたいに200ドルの請求書で提示だったら困るんでね、まあ、ある程度こうって人間がこうあのチェックできる範囲っていうか、うん、こう見ていていい成果が出ていればこれはでちょっと間違いだったらこれは間違いだって分かる範囲であれば、うん、そうそう、ね、だから今例えば研究開発データでもね、整理して、で、こういうふうな研究開発成果を、今まで過去の実績で何が出ましたかって、それを調べてくださいと教えてねって出てくるでしょ、うんうんうん、それが本当に正しいかどうかっていうんで、マルチエージェントでこっちがこっちに頼んで、もう一回チェックされる。うん、こっちがこっちに頼んで、もう一回チェック、3回4回やってチェックする。それでも 100% 正しいこと出ない。そうですね。だから、そこに人間が関与しないとできないんで、ね、企業がビジネスプロセスに適応してそこにあるんだ。ああ、なるほど。うん、それで今、AI って言いますとね、あのやっぱ中国っていうのは最先端に、アメリカと どういうふうになってるんですか、その辺は中国の力って言いますね。中国はね、AI はね、例えば、ホワイトあるでしょ、はい、ホワイトの携帯電話いい例で、ええ、一時あのチップが手に入らなかったから、うん、ホワイトビジネスガタガタになりましたよね、はいはい、ところが 2,3 年のうちに彼らはさ、うん、完全に回復しちゃったんですよ、はい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 、ね、はいはい、チップも、はいはいはい、でそれどういうことかっていうと、うん、あのね中国はね AI で最先端は言ってないけどそれなりのねレベルを持ってるわけ、うん、ね、一部の技術はあの最先端行ってんだけど、うん、まだまだアメリカに比べたらマジョリティ取ってないわけ、うん、で彼らがねあのなんでね、うん、欧米企業がねあの夢中になってるかっていうと、うん、中国は人口が14億いるでしょ、うん、はいはい、で技術者がめっちゃ多いわけですよ、うんうんうん、でねあのアメリカが今あのトランバイデンきあの研究開発者は中国人採用禁止してます、禁止してますけど、禁止してるんですよ。あの、情報が中国に漏れるから、ね。はい、中国のね。うん。だから AI とか半導体とかね、あと自動運転の技術とかっていうのをね、うん、バイデン禁止しようとするわけ。はいはいはい。だけどね、そんなことやったら先生ご存知で漏れるに決まったじゃないですか。うんうんうん、で今現在ね、中国でね、この10年間でね、中国の技術者は、2倍になった。ああ、そうですか。欧米企業を採用してるの。うん、中国でね、はいはい。で、今ね、70万人以上いるんですよ。はいはい。70万人ですよ。はいはい、R&D センター。ああ。で、R&D の、あっちを開発の方、デベロップメントの方。はい、開発の方。はい、で、アプリケーションの開発とか、うん、ドローン開発とか、うん、70万人もいるんですよ、うん。で、それはだからもうね、バイデンがね、中国の技術者をアメリカで雇うのやめろなんて時代じゃないの、うん、でなぜかっていうね、なぜそんなに増えたのかっていうと、うん、中国は欧米と違ってね、うん、例えば医薬だったら臨床試験、はい、自動運転車だったら路上テスト、はい、すごく緩いんですよ規則は。あ、規則は緩いの。緩いの。だからね、人口多いからか。まあ、簡単には患者殺してもあんまりどうでもいいやみたいな。ああ、そういうことですね。それから路上運転でも人跳ねてもまあいいやみたいなとこあるわけですよ。だからね、ドローンだってさ、怒ったってどこに落ちたって知ったことないからやっていいよみたいな許可するわけで、うん、
ね、だってさ、うん、あのテスラでさえさ、上海路上検査 OK したんだから、うんね、上海の路上検査ですよ、うん、あんなぐちゃぐちゃ道路の中で、はいはいはい、よくやりましたね、だからね、あの中国は緩いんですよ、緩いんですね、だからしかもね、人体いくらでもいるじゃないですか、でね、もう一つ大きなメリットを欧米企業にあってね、うん、あの日本は違うんですよ、欧米企業ですよ、うん、中国のね、AI ドクター、AI ドクター、はいはい、なんとね、年俸がね、1万3000元、1万10万、月俸、1万3000元、はい、1万3000元ったらさ、30万ぐらいだね。そうですね。で、アメリカの3分の1、だから、うん、いや、3分の1ってことないな、5分の1か。うん、だからさ、1万3000円だったら欧米企業いくらでもやっといたわけですよ。AI ドクターですよ。はい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 。まあもちろんさ、あの、清華大学は1万3000円で5万円ぐらいかかりますけどね、うん、高いから、うん。でもそれでもさ、うん、安いわけですよ。めちゃくちゃ安い。ね、だそれもね、一つ大きなね、アドバンティ。で、あの、バイデンなんかね、それ制限しようとしてるんだけど、うん、トランプ、次の大統領誰になるか、あの、わかりませんけどね。うん、どうですかね、中国をディカップリングできますかね、うん、私はね、できないと思うんですよ。だってそれだけの人材がいてさ、うん、じゃあ AI 技術だね、うん、それじゃあ自動運転だね、半導体だってそんなもん切れないでしょ、うんうん、今だってさ、センターチップはアメリカ禁止してるけど、深圳で行けば値段倍だけどいくらでも手に入るわけですよね、うん、そんな状況でさ、それは中国でチャイニーズアメリカ持ってくるからいくらでもあるんだけど、その状況の中で禁止したって意味ないでしょ。ということは、あの機微技術は中国と共有しちゃうってこと？ああ、共有しちゃう。それはね、うん、もうそうだと思いますよ。だってそんなもん禁止したってしょうがないでしょ。だからデカップリングはできないんですよ。できない、結局できない。だってさ、先月にお見せしたけどさ、うん、EV をさ 100% 課税したでしょ、はい、100% 課税したってのは EV だけですよ。他の見てください。50% 課税がさ、例えばインジェクションの、あの注射器だとかって4点ぐらいでしょ。あとは 25% しか課税してないんですよ。ほとんど課税してない。だから中国企業してみたら、痛くも痒くない。だからそれはね、あのね、アメリカ政府もね、アメリカの一般消費者大衆に対して、課税して彼らを妨害するっていうのは、あの、ボーティングに得にはならないと思ってる。あ、そういう感じなんですね。うん、だからね、非難してるけど、なんていうかな、形式だけで、だって 100% 課税したってさ、あの、100% の3倍ぐらい補助金出してんだからさ、向こうはそれでも中国が 100% 課税したっていくらでも維持できるな。なるほどね。いや、だからそれはね、何の、あの効果もないです。だからそういうことはお互い分かりきって、うん、ただ、米中の場合はね、チャイニーズアメリカにいるでしょ、うん、だから米中間の政治的なね、こうしがらみは数けなんですよ、うん、交渉する人も、うんうん、だから全然みんな分かっちゃってる。ああ、だから何か交渉しても意味ない。なるほどね。だからそれはね、意味ない。だからそれはね、数字で日本の報道なんか大騒ぎしてるけど、彼ら何とも思ってない。そういうことですか。だってディカップリなんか言ってるけど、別にそのことするわけない。ああ、ただね、大きな問題ありますよ。あの、トランプが勝つとね、NATO を GDP 2% ってでしょ、うん、軍事費、うん、はい、で 2% 全然ダメなんだよね、うん、でも彼はね、あの NATO 叩きますよね、うん、3% にしろとかって、うん、それはあの28カ国32カ国そう簡単には 3% できないから、うんうん、トランプは手抜きますよね、 NATO から。はいはい、それは問題ですよね、うん、ヨーロッパだから、あの逆に対中国政策はトランプはあの今みたいなバイデンレベル のあれはしますよ、うん、あのなんていうかあのタリフね、うん、でもそれ以上はしないですよ。ディカップリングは絶対しませんよ。なるほど、うん、ディカップリングしようにもできないと。だから今言ったような、うん、あの人金銭を悟るから、うん、だってさ、片っぽはさ、アメリカの3億人いてさ、研究開発人員考えてみてさ、うん、中国で今言ったらさ、大学でが毎年1000万人超えてる国で。とにかく、そういう人材もいるし、マーケットもでかいし、うん、マーケットもでかいし。研究開発にかける金もすごい多いんですかね。うん、だって研究開発しようだしようだでしょ。
人体実験もできるし、何でもできるわけでしょ。だから実験、いろんな実験場になってる。実験も自由だしさ。あで中国してみれば全部許可するしさ。あそれで採用なんか何十万人採用したってどうでも何とも思わない。給料安い何分の1だしさ。あそれはトランプにしてみたらそのディカップリン冗談じゃないよと。あでアメリカだってさ、経験今ちょうどさ、今いいですよ、ね。でもどこで悪くなるか分からないじゃないですか。うん ね、そういう意味では中国は救世主ですよ。救世主だ、ね。だから、それはトランプにしてみても、うん、カマラ・ハリスも同じだと思いますけどね。うん中国は。だから中国にしてみれば今だって不動産でボロボロじゃないですか。はいはい、だから産業はぐちゃぐちゃだしね。うん、不動産ぐちゃぐちゃで今言った IT 叩いちゃったからもう取り返しっかりつかないくらいね。うんもう起こしちゃったでしょ、うん、だから失業率なんてのも計り知れないわけですよ、うん、だから、ねうん、アメリカと中国はあのもうお互い様々ですよそうですか、 だから、ねええ、日本が騒いでるディカップリングディフォーキディカップリングあのいやあの欧米も騒いでますよ、うん、アメリカはディカップリングするんだって、うん、もういい加減してくれって僕は言いたいですよね。あで政治家の腹の中もうちょっと読んだらと、うんね、でそんなのさ政治的な交渉の背後にある利害関係の切り札考えてみてください、うん、中国にしてみればもう何でもいいからね、うん、アメリカもう譲歩するよって言ってるんだから習近平はだ今回例えばさ、うん、あの例の トランプバイデンの、はい、あの討論会であの中国はめちゃくちゃ言いましたよね。うん、なんであんなバカなこと民主主義のね、うん、あの国かあれはと、うん、あんな議論は老いぼれがやって片っぽはもう睡眠不足の塊みたいな、うん、もうボロボロの答弁で、うん、片っぽはトランプはなんだあんないかさましみたいなやつがね、うん、あの大統領の候補で、うん、この二人が老人かよってそれが何の民主主義だってと中国はバカにしたわけですね。中国はうちは国家は真の民主主義だって言ってるわけですよ、中国こそ真の民主主義だとでアメリカがあの一昨年あのトゥルーデモクラティックサミットってやったわけですけど、ね、中国はそれに対抗してね、はい、我が国は真の民主主義国家だってやってるわけですよね、でそれの社会主義の本来あるべき姿が真の民主主義だってやってるわけで、でそういうふうなことが中国でこう自信満々でやってるのは、今のアメリカの政治を見たらまあそうかなっていうところもなきにしもあらずじゃないですから、だからその関係があるから、でもそれはね、うん、表向きの話で、うん、でも中国にしてみればね、経済はボロボロ、うん、ね、だからそのいつそのあの習近平がね後ろ刺されるかわからない、はい、不動産はどうなってるかわからない、はい、地方税は今の財源のね、はい、不動産財源が全く手に入らない、はい、各州政府はね、うん、あのステージは赤お赤字でどうしていくかわからない、うん、で産業も全然なってないし、うん、でその成長率も 5% 割ってる、うん、来年もどうなるか分かんないって、そんなことでね、うん、政治が不安定になるに決まってるんじゃないですか、うん、そういう意味からするとね、もう彼ら喉から手が出るほどあのアメリカの、ね、資本が欲しいわけですよ、うん、でかといってね、まあ、去年今年のねアメリカの投資ってのはね増えてないんですよ、うん、直接投資が、ところがね、びっくりすることに R&D 投資増えてるんですよ、アメリカ。R&D は増えてる。だからね、そんなの中国は見逃すわけないじゃないですか。うんうんうん、だから、米中間で、水面下でね、ブリンケンもそうですけども、はい、水面下で今何やってるか、こっそりね、うん、もっと増やしてくれと。あー。R&D 投資を。で、中国は何するかっていうと、何でも OK。うん、なるほどね。ね、人口、人口いっぱいいるから。技術開発は中国でと。ボフィンって英語で言うんですよ、科学者のこと。ああいくらでも提供すると。ああね、だから、1万3000元毎月。ね、で、モンゴルでもどこでもかんでもね、あの飛行機飛ばしていいから、はいはいね、全部解放するとやってくれと。ああで人体実験はあって何十万人でも提供する。習近平は水面下で必ず言ってんですよ。ああね、ああで向こう3年間コミットするって言ってんですよ。ああだから来年からはね、僕はそれのね、うん、70万人が150万人になると。で、一番負けくじ引くのは多分日本でしょうな。
日本、うんうん、日本はねアメリカの表面的なディスカッションでアメリカの言いなりになってさ、はい、中国のいや研究開発技術者や採用しないってアメリカに習って採用しないって言うけど、うんうん、アメリカはそんなことバカなことしませんよ。なるほどね、アメリカ人はやっぱり金で動きますから、うん、日本人は金じゃないです。日本人はね信頼とさ、うん、信頼で動きますからアメリカを信用してるから、うん、岸田さんはねだからまあバカみたいな、うんうん、そんな感じしません。まあそうですね、まあ、その岸田さんもいなくなりますけどね、総理でなくなります。でも次のやっぱり総理もやっぱり、アメリカの表面的なね、中国との付き合いを信じるでしょう。日本人は、うん、あのチャイニーズアメリカの骨持ってませんから、うん、だからそういう彼らの動き知らないですよね。うんうんうん、だからそれはそれでもってアメリカ政府よく分かってるんで、あ、だからそこら辺はもう水面下で動いて。うん、なるほど、うん、で AI はそういう実態ですよね。だから、うん、まあどうなんですかね。ただね来年 の軍事もそうですけど経済もそうですけど、あのさっき言ったようにあのデータがね AI の世界なんで、はいはい、今各産業ごとにものすごい投資して、はい、ね、何百億ドルと万千億ドル投資して AI のデータ作りやってますけど、うん、ただあの今言ったようなあのなんていうか妄想みたいな何が出てくるか分かんない。だからマイクロソフトもねじゃなくてマクドナルドも投資やめたぐらいだから、だから研究開発だってやっぱり慎重にねやっぱり対応を取るでしょう。ですけどまあそろそろ来年ぐらいから爆発的にそのビジネスプロセスに取り入れていくんじゃないですかね。そのお客さんに迷惑かからない範囲でね、それはもう始まりますよ。なるほど、分かりました。AI って本当にね今一番なんか、大きく変化の激しい。だってさ、あの、うん、僕自身は76歳ですけど、はい、僕自身も依頼が来るくらいですから、うん、AI の研修をしたいとかね、そういうふうな。うんうんうん、だからもう今、誰もかも AI の専門家っていう人は、引っ張りだこなんですよ。うんうん、でしかもそれはいろんな人がいろんなこと言ってますから、うん、どれが正しいの、どれが間違えたか、いろいろありますよ。うん、それでもね、あ今、百科総論、うん。そういうことですね。ええ、じゃあもうフィー。フォローしていかないと分からなくなっちゃいますね。はい、はい、いや今回も世界の情勢ありがとうございました。ありがとうございました、はい、今日はありがとうございました、はい、こちらこそ。